マンションの境界確認を行う上でですね、まあ、管理組合というのがですね、まあ、本丸ということになります。マンションの各部屋の所有者はですね、自動的に管理組合の構成員ということになるわけですね。管理組合の理事は輪番制で行われることがほとんどです。まあ、今年は101、201、301みたいな感じですね。そして翌年は二丸102、202、302という感じでしょうかね。管理組合 の理事の中から1名理事長が選任されますその理事長が最終のゴール教会立ち会いの本丸ということになります理事長さんと協会確認をして協会確認書に署名いただければですねまあ勝利終了ということになるわけですねただしですねまあ即領に入る時点でどれどの部屋の誰が理事長かということは分かりませんまあ、通常管理組合とですね直接コンタクトを取ることができないわけですねマリー 稀にあの管理組合専用のポストが用意されていることがあります。その場合にはですね、そのポストに測量の挨拶文や手紙を入れることができます。ただしですね、管理組合専用のポストというのはね、これないことの方が多いわけですね。なのでですね、管理組合、管理事務所の存在というのは非常に重要なわけです。管理 管理事務所、管理組合からですね、管理会社からですね、丁寧にアプローチしていって、最終的に管理組合の理事長さんにつないでいただくという流れになります。